どうもじゃあ篠原です、今回は塾生の佐藤くんに来てもらいました。来てもらってありがとうございます。はい。佐藤くんが我々とやりだしたのは確か7月の終わりぐらいからかな。そうですね。うん、7月の終わりぐらいから、英語だけでしたっけ。そうですね。うん、英語だけやってて、どう英語。そうですね、英語、もともとずっと部活やっていて、結構勉強する時間もあんま取れない中で、塾どこ行こうかなって悩んでる時に、まあ、ずっと篠原さんの映像、YouTube を見てて、ちょっと入ってみようかなって思って始めたんですけど、まあ実際にその授業を受けてて、まあ、今まではどうやって勉強すればいいのかっていうのが結構曖昧だったんですけど、その実際に大学院生の方と喋っていると、実際に合格した方なんで、なんかやり方が分かってきたっていうか、それを感じます。今センターで、130点ぐらいだよね。始めた頃ってマーク・モシノフの英語の点数って覚えてる？多分悪くて2桁いっちゃいますね。90何点とかで、よくても120点いかないぐらいです。じゃあ始めて大体1、2ヶ月ぐらいかな。1、2ヶ月ぐらいで一応1割は上がったのか、1、2割ぐらい、2割ぐらいか。なるほど。1、2割か、もうちょっと上がってもいいんですけどね。OKOK。まあ、目標点がその8割じゃないですか。で、今、さっきも話してる時言ったけど、まあ、単純に考えて、1時間数的に言ったら、あと2、3ヶ月でもその域達するんで、まあ、もっと上目指してやっていきましょう。はい、篠原塾やってて、まあ、大体雰囲気分かったと思うんですけど、なんかこういうところがいいみたいなのってありますか？そうですね。普通の塾と違って、でなんか自分でその講師の方と話して時間を決められるところとか、この自分の都合に合わせてもらえるっていうのが、なるほど。なんか逆にこういうところが残念だなみたいなってある？ちょっと感じるのは授業が短いなっていう。30分やもんね。そうです、なんかあっという間に終わっちゃうっていう感じです。そうなんよ。なんでかっていうと、京大の大学院生の給料です。給料が高いんよね。講師のに払ってるその給料が高くて、でなんで高くしてるかっていうと、たくさん京大生に応募してもらって倍率5倍なんよ。5人のうち4人は落としてるのその選考で、で1人受け持ってもらってっていう風にしてて、で9月までうち満席やったんよ。講師が足りてないんよっていう状態で、だからたくさんお金あげるから来てみたいな感じにせざるえんくて、だからあの時間です。ごめん。だからもし講師の方でその対応できなかったら俺に LINE してもらったらいいんで、まあこうやってまあ会ったりするのは、僕神戸住んでるんでそんなパンパン来れんけど、あの時間の許す限りやりたいと思います。なんかこういう人に篠原塾おすすめみたいなのってありますか？そうですね、自分と同じように、これ今までずっと部活をやってて、勉強方法が分かんないとかいう人には結構いいかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、今回は、塾生の佐藤くんに来てもらいました。佐藤くん、これからも頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。ということで今回のこれ以上です。復唱ありがとうございました。